晴れたね、イエーイ。いやー、本当にいつもこういう穏やかな天気だったらいいんですけどね。ありがとう。5年ぶりの野音のステージなんですけども、今日も本当にこんなに集まってくれてどうもありがとうございます。今回はこのメンバーでお送りするわけですが、ドラムセットを5台入れたのっていうのは今回初めてのことだと思います。総勢15人、このメンバーでお送りしたいと思うんですけども、いつもとちょっとメンバー紹介変えましょうね。これだけいるから全員起立。起立。それじゃあメンバー紹介します。スクエア歴代のメンバーからより優れた選抜チームの皆さんです。着席お願いします。今回ツアーの時もうメドレーから始めたんですけども、ツアーの時は、1枚目から、順を追ってお送りしたんですが、今回は、あの時代からこの時代まで、全34アルバムの中314曲ぐらいあるんですけども、その中からお送りしました。それもシャッフルモードでお送りしてきました。それじゃあ、次の曲をやる人以外はここで退場していただけますでしょうか。今回15人いるんで、チーム対抗でお送りしたいと思います。まずは、次はうさぎさんチームの演奏をお送りしたいと思うんですけどもこんな感じで今日は楽しくやりたいと思ってます。天気もいいのでもうパッといってください。それじゃあ次にこのメンバーでお送りしますけども、本当に今日も最後までゆっくり楽しんでいってください。どうもありがとうございます。まずはトップバッターうさぎさんチームの演奏でございますね。1994年のアルバム「夏の惑星」からこういったムードにはぴったりのナンバーでございます。「コバカバーナ」聴いていただきました。ありがとうございました。ね、先ほど伊藤さんからもありましたけども、野音何回もやらせていただいてますけどね、ものすごい土砂降りかものすごい暑いかどっちかの記憶しかないんです。こんな気持ちいい野音は初めてかもしれない。皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そしてハとメンバーが入れ替わって舞台上を見てみますれば、これがなんと、アルバムデビューを飾りました。30年前はですね、1978年9月21日発売のラッキーサマーレディ当初のメンバーの皆さんでございます。イエイ。そこなんです。いいところを読んでいただいた。やはりですね、今回は何といっても初代ベーシストでございます中村裕二さんがなんと、現在はハワイに在住でいらっしゃいまして、このためにわざわざハワイからいらっしゃってるという素晴らしい。安藤さん、いや練習してる場合じゃないです。安藤さん、話を聞きたい。しまった、中村さんをお呼びするのすごい大変だったんじゃないですか、もしかして。いや、2年ぐらい前にね、僕ハワイに行ってウクレレを買いに行ったことがあるんですけど、はい、その時に会ってたので。あ、そうですか。違和感ないんです、僕は。あ、なるほど。はい、そうですか。はい、ね、で今回の野音のメンバー、今年やったスーパーバンドにさらにプラスしてっていうメンバーが増えてるんですけど、ね、安藤さん、皆さんにこう電話して都合いいですかって聞いてましたよね。はいね、大変でした。お疲れ様でした。ええ、もうどういたしました。このメンバーどうですか、このデビュー当時のメンバーが。いや、デビュー当時も懐かしいし、結構トールとかね、すごい久しぶりに会ったんで。あ、長谷部徹さん。はいはい。だから30周年っていうのは、通過点っていうんですか、だと思うんですよ。だけどとりあえずこういうことを口実にね、懐かしい人に会えるのはすごく嬉しいですよね。なるほど。はい。来年も31周年でまたこういうのやる。31周年、場合によってはあれですが 30.5 周年とかでも全然構わないと思うんで、半年に1回とか。それはどうかなと思って。あ、そうですか。企画倒れでございました。失礼しました。さあでは、この懐かしいメンバー、そして、それに現 T スクエアを支えるキーボード河野圭三を加えまして、懐かしいナンバーをお送りしたいと思います。聴いてください。ショーダンス。宮城純子、千葉恵子、マイケル河合、中村雄二、御厨雄二、なんかやっぱりこのメンバーでやるとその時のサウンドがするっていうのはやっぱりなんか音楽っていうのは有機体だなと思いますね。そんなわけで、縄文時代のメンバーによる演奏が終わったところで、次はすっと飛んで平安京の時代に行きたいと思います。この辺はね、確か客火とか打ち水、アドベンチャー、あとなんだ、正解。あの頃はね、結構いろいろビデオを撮ったりなんかしてて、結構みんな役者してたりなんかするんですよね。アドベンチャーの時のビデオはみんななんかバラをつけてるなんかありましたね。田中ね。でリゾートの時は確かね、泉は買い出しに行ってなんか食事を作るんですよ。あ、そうだそうだ。で、トールが、スケボーやってたんだっけ、長谷部徹、ローラースケートだっけ、スケボーだっけ、スケボーやってたんだね。で、僕はね、水死体のようになってたと思うんですよ。それで泉が来たところで「おはよう」とかなんか言うんですよね。で田中は、僕はね、当日いきなりね、田中さんカンフーできますよねって言って、どっからそんな情報があってそれで、ね、朝から「はいはい」とかなんかやった。そうか。で安藤はそういう時でも作曲してるんですよね。でみんなでウォークマンかなんかでね、それを聞いて、でレコーディングに入るんですよ。それではね、インザグリッドかなんかでしょ。ほらよく覚えてるね。あ、そうそう。まあこんな感じですよね。なんかそんな感じでね、ここに泉が登場して、長谷部が登場して、このメンバーで次お送りしたいんですけども、ちょっと田中ちょっと紹介してくれる？僕セッティングするから。どうも。いきなり振らないでください。曲名言っちゃうとね、あれですから、出てからのお楽しみということで、1曲目は「客船美の誘惑」から、2曲目は「スターズ&ザムーン」からお送りします。どうもありがとうございます。そんなわけで1982年のアルバム「客船便の迷惑から誘惑からハワイへ行きたい」、そして、84年の「スターズ&ムーン」から「Cry for the Moon」を聴いていただいたんですけれども、まあ、思えば「ハワイへ行きたい」という曲はね、レコード、当時レコードです、レコードがたくさん売れたらハワイにレコーディングに行きたいみたいな安藤さんの思いがね、出てる曲じゃないかと思うんですけれども、ね、それではね、縄文時代から一気に現代、もう現代のそのスクエアさんに須藤さんがサポートで入って、お送りする最も旬な曲を聴いてください。アイレンドビューティー。現代の T スクエアでございますね。今年のアルバム「Wonderful Days」から「I Let Beauty」、そして、昨年のアルバム「33」から「ロンドン」2曲続けて聴いていただきました。それじゃあ終盤戦、この曲から聴いてください。ランドスケープ。ございました。どうもありがとう。どうもありがとう、どうもありがとうございました。どうもありがとう。どうもありがとう。千巻ゆう子、河合マイケル、河合誠一、坂東聡、憲武博之、長谷部徹、河野敬三、須藤充、田中豊之、中村雄二、宮崎貴弘、伊藤武志、御厨裕二、安藤正弘、泉裕貴、宮城純子。今日は本当にどうもありがとうございました。またおね。どうもありがとう。どうもありがとう。みんな最高。もう一回行くぞ。どうもありがとうございました。